はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もホグワーツレガシー続きからやっていきたいと思います。で、早速なんですけど、このダイダロスの鍵、随分初期にね、始まったクエストなんですけど、ついに全部トークン集めました。はい、でこれからね、寮にある箱にですね、トークンをすべて収めようと思います。で、この後はね、脅迫の根源をやった後に校長の言葉ということでね、順次進めていきたいと思います。それでは箱に収めちゃいましょうか。ちょうど目の前にいるんでね。はい、5。ダイダロスの鍵の挑戦はいい感じだ。3、5。はい、ラスト1、5。最後の量のトークンだ。中身は何かな。素晴らしい。おお。おお。開きましたよ、皆さん。みんな、領土みんな見てくれ。開けたぞ。かつての女校長、ユープラクシアモールに感謝しなくちゃ。誰だよ。誰んで、何言ってると。あ、やべ。あ、やべ。あ、やべ。何言ってるか分かんなかった。え、なんか、装備品かなんかか。違う、インベントリここだ。これか。クイッチを聞かなきゃ違うわ。バイオレットからメモ。え、あ、これだ。寮のローブ、ダイダロスの鍵を使って、寮の箱を開けた証、公平で忠実なハッフルパフ製にぴったりということで、おー、なるほどね。びっくりした。何言ってるんだか全然わからなかったわ。というわけだ。そしたら、クエストですね、やっていきましょう。で、ナティのところ行こうかねっていう感じで、脅迫の根源、こちら行きたいと思います。それじゃ、早速移動しましょう。さあ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 、ナティのところ、間もなく到着ですね。何をやるのか。あ、もしかして変身してくる感じですか。なんか、なんだっけ、鹿になるんだっけ。ハーローを片付ける準備はいい？ハーロー、ああ、もう怒られたのどうのこうのってのはもういいんだね。わかった。じゃあ私が、ハーロー片付ける準備整ってるから行こうか。ハーローをやっつける準備を始めよう。考えがあるんだよね。アーチーたちが言ってた、ビクルさんの友人たちから情報を集める必要があるかも。アガバゼフィールドさん、オットーディブルさん、それとレイブ夫妻だよ。わかった。君が話して。私はホックスヘッドに行くから。アッシュワインダーズが向こうに行くのを見た。それに母さんは絶対ホックスヘッドに近づかないからね。私が村のあちこちで聞き込みするより母さんにバレる可能性が低くなるんだ。なるほど。どこに行けばその人に会える？デイブさんはよく知らないけど、奥さんのデイジーさんはよくホグズミードにいるよ。アガバズ・フィルバートさんも。オットーディブルさんはグラドラグスで働いてるからそこで会えるはず。はいはい。うまく会えたらどんなことを聞けばいいと思う？ビクルさんが持ってたハーローの証拠って何かな。もしかしたら別なのもあるかもね。とにかく知ってることは全部知りたい。なるほど、わかった。そっちは任せて、話を聞いてみる。やっぱり君って頼りになる。知りたいのはルックウッドとハーローがどう脅迫してるか。話が終わったらここで会おう。わかったぜ。君が戻る頃にはもう少し自由に動けるようになってるはずだから。しゃ、じゃあ行ってくるわ。レイブさんが近くにいるはず。ほうほう、レイブさんか。で、今いるのが3本のほうきっていうところでございます。で、3階か。あ、これか。あなたがレイブさんか。イスコ、私はどうすれば。イスコ詩集を読んでるだけみたいに見えるけど。レイブさん、シオフィリス・ハーローの話を聞かせてくださいませんか。ビクル夫妻のために証拠を集めてるんです。かわいそうなジョハンナとアーチー、そして私のイスコまでさらわれた。どういうことですか。私はグリンゴッツの警備員で、夫はそこの呪い炙りよ。ハーローが私に近づいたのは同僚に金庫の財宝を盗ませるためよ。断ったんですか。もちろん断ったわ。何度もね。諦めたと思ってた。でもある晩家に帰ったら夫が消えてて、ドアにナイフで止められたメモがあったの。メモには、銀行取引の協力を考え直す時間はあと数日、早く行動すれば夫は感謝するだろうと書かれていた。でも私にはハーローの要求は飲めない。そしてイスコっていうのが旦那か。任せてくれよ。なぜご主人をさらったんでしょう。普通はつもさらえませんか。銀行のために世界中旅してるから金庫からも離れてる。ハーローの役には立てないわ。普段から銀行にいるのは私、
つまり脅迫の標的に私を狙うはずでしょ。はあ、はあは。誘拐の後ハーローに協力しましたか。いいえ、心配でどうかなりそうだけど、悪事に手を染めることを望むはずない。彼が賢いことも知ってるしね。だから私は彼が脱走することを期待してた。なぜ逃げていないのか不安でしょうがないわ。そのメモは誘拐の犯行声明？そのメモが誘拐の証拠ですか。他に考えようがある？それに家に帰ったら庭の避難具が誰かに踏み荒らされていたのよ。バカみたいだと思うかもしれないけど、あれはイスコの誇りと喜びだった。彼なら止めたはず。なるほど。ありがとうございますレイブさん。おかげでハーローのやり口が分かりました。気を強く持ってください。ビクルさんは私たちを助けようとしてたのに、いなくなってしまった。どうしたらいいの。レイブさん、証拠を集めてハーローの悪事を暴いてみせます。そうね。これは受け取ったメモよ。あなたも気をつけて。どうか危ない真似はしないでちょうだい。わかりました。レイブ様、私たちの金融支援を考え直してくれたら幸いです。自力で決断を下す時間はたっぷり差し上げましたが、そろそろ辛抱できなくなりました。私たちが協力する価値に気づいていただけたら、そちらの旦那様は感謝すると思います。今週末までに回答いただけますか。ここだけの話にした方がいいですよ。意味はお分かりですね。脅迫。信じて良さそうな証拠だね。ありがとう。手遅れじゃないといいけど。あと二人、ビクルさんの友人を探そう。よし、じゃあ次行くか。オットーさんはグラドラグスで働いてる。行ってみよう。この辺？まさか持って行ったりしてないよな。ずっとここにあったりして。オットーさん、どうしたの。ディブルさん、少し話せますか。ハーローのことで。やつのことなんか知らない。こちらの商品はいかがです。お願いします。協力したいんです。ビクル夫人にも会いました。ビクル一家を知ってる？わかった。でも静かに頼むよ。ヒルさんに聞かれたらまずい。ヒルさんなら知ってます。トロールの一件でお世話になりました。ごめん、誰だっけそれ。ヒルさんはいい人だ。でもハーローのことは話せないよ。始まったのは数週間前だ。例のあいつが入ってきた時、気を取られてた。手紙を読んでたんだ。手紙をカウンターの後ろに隠して声をかけた。やつは一瞬僕を見てから注文を確認したいと言った。僕は倉庫に確認しに行ったけど、結局注文なんかなかったんだ。で、戻ったら彼が手紙を手に持ってた。何の手紙ですか。手紙はヒルさんの娘ロージーヒルからのものだ。実はその、僕たちは半年前に結婚の約束をしてたんだ。おお、ええやん。ヒルさんには言ってない。多分僕よりもっといい相手を望んでるから。ハーローにロージーとの関係、そして言うまでもなくここでの仕事の将来は僕の協力にかかってるとはっきりと言われたよ。協力というのは？あっという間の出来事だった。やつが一瞬のうちにカウンターからすごく高価なスカーフを取ってポケットに入れ、微笑んだ。そして時折喜ばしい品を我が女友達に提供できる限り君の秘密は安全だと。今までは帳簿をどうにかして要求に応じることができていた。だがこれ以上続けるのは無理だ。怖くて何も言えない。ロージーがいないと生きていけないよ。なるほど。トロールが襲ってきた日に会いましたが、優しそうな人でした。正直に話してみては。ヒルさんはいい人だけど、ロージーのことになると冷静な判断ができなくなる。このことを重大な裏切りと思うはずだ。一瞬で僕の仕事とロージーを失ってしまう。恐喝されたことどうやって隠してたんですか。さっきも言った通り帳簿の数字をごまかした。自分の貯金で補填もしたよ。でももう金が尽きそうだ。これじゃあ今の状況を改善してロージーにふさわしい男になろうっていう計画が台無しだよ。なるほど。メモのことをもう少し詳しく教えてください。もし見つけたらすぐ気づけますから。ロージーの特別なピンクの便箋に書いてある。上に RH って彼女のイニシャルが入ってるから、ヒルさんに見つかったらすぐにバレる。なるほど。ありがとうございました。証拠を集めてハーローを懲らしめます。アズカバンで朽ち果てるあいつが見たくてたまらないよ。だけど気をつけて。奴は恐ろしい男でとにかく危険だ。ロージーの手紙だけど、もう記憶に刻みつけてある。万が一見つけたらすぐさまこの世から消してくれ。わかりました。
わかりました。私も盗み見させてもらいましょう。さあ、ビクルさんが戻る前に行くんだ。何をしてたんだっけ。さあ、ね、順調だね。ビクルさんの友人はあと一人、探しに行こう。よし、じゃあ次行くか。あっち、あっちね、オッケー。アガバス・フィルバートがこの辺にいるはず。いた。あなたか。どうも。どうも。フィルバートさん、ちょっといいですか。シオフィリス・ハーローとの間で何があったか聞かせてください。向こうに不利な証拠を集めて、ビクルさんを安心させたいんです。ビクルのことは悲劇だった。ハーローに振るわれた暴力のことで声を上げてほしいと言われたんだ。だが私はハーローの報復を恐れ断ったんだよ。ほう、黙ってて正解でしたね。あなたも消されるところでしたよ。頼みを聞いてハーローに抗議してたらビクルさんと同じ目に遭ってたかも。残念ながらそうだったろうな。ハーローに暴力を振るわれたそうですね。詳しく聞かせてもらえませんか。我が最愛の妻ダルシベラは亡くなる直前にささやかながら刺繍を完成させた。誕生日に渡すためその本を美しく装丁して金メッキを施しておいてもらったんだ。結局誕生日は祝えなかったが、ある日ハーローがやってきた。ルックウッドの手下のソヤな奴らを非難していた私を罰するためにだ。ほうほう。私は石にされ、気づくとハーローが家を引っかき回していた。そしてあいつはこの上なく美しく装丁された刺繍を見つけたんだ。私はなすすべもなくそこの通路に横たわり、本を持ったあいつが歩き去るのを見ていた。骨の髄まで震えたよ。今でも震えが来る。ハーローの報復が怖いかもしれませんが、このことをシンガー巡査に話してもいいですか。声を上げなくてもよかったですねって言った直後にこれ。こんな脅迫が続いていいはずがないからな。協力してくれそうな相手なら誰にでも伝えてくれ。なるほど。気づいてるだろうが、ハーローは噂話をされるのが嫌いでね。ビクルさんの友人たちの話は聞けた。ナティを探そう。インセン、よっしゃ、行くか。ナティのところへ。またせったなぁと。あれなんてあるかな。ホッグズヘッドに行くって言ってたし、そこで見つかるかも。あれ、これは戦闘の予感を感じるぞ。オーケー、じゃあ行くか。ホッグズヘッド、レベリー。なるほど。あれ、これはまずいのじゃないですか。さらわれたか。なんかあそこにある青いやつがそうだよね。ちょっと早く行こう。早く岸から上がろう。ここから上がれないかな。無理だ。岸行かないとダメだ。くっそ、ナティの野郎、どこ行きやがった。レベリオ。まあ、やっぱさらわれてるっぽいな。ナティオナイの杖。ナティの杖。杖なしでも大丈夫なのに、探してほしいってことは困ってるんだ。レベリオで連れ去られた場所がわかる。レベリオすごいな。あ、出た足跡。オッケー、じゃあ追跡しておこうか。どこ行ったんだい。まったくナティをさらいやがってよ。ん、どうなってる。あ、こっから入って。で、どこへ繋がっとるじゃ。いや。目にもの見せてやる。うるさい小ネズミ。レベリオ。誰だ今。誰だ、うるさい小ネズミ言ったやつは。怒るぞ、お兄さんも。ナティはここを通ったんだ。あ、シワインだ、隠れが。すぐに見つけないと。行くか。足跡がこの部屋に続いてる。もっと先がありそうだな。あー、これはどっちも引っ張れば開くんだろ。これで開くんだろ、きっと。あ、全然手前か。もう持ってこなきゃいけない。どうよ。 OK。 隠し扉か。ナティを探す。ナティはここを通ったんだ。すぐに見つけないと。ああ、なるほど。いや、これは刺繍も見つけてやらなとあかんだろう。オットーティーブの恋文はまあ、これはいいけど、刺繍は見つけてやろう、頑張って。刺繍はね。見つからないようにしないと。了解。レベリオ。任してくれよ。
さてさて、どこにあるかな刺繍はって感じだね。うまくいくわけがない。どうかしら。そのホグワーツの生徒私なんだよな。あーやってるねこれ。下真っ暗で何も見え。オーケーオーケー。んじゃあちょっとずつ数減らす方向でいいかな。とりあえず、さてさて、いやあのゴリマッチョが一発で倒せないから、ちょっと場所悪いな。あのお姉ちゃん場所悪いな。よし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 。お前がもう少し忘れっぽくなかったらもっと収穫があったぞ。袋は多い。止まれ。マジかよ。一人もやれんかった。レパルト、アレットモメンタ。まったく、まったくしょうがない奴らだよな。はいはい、いいよ、ちょっと。まったく。振り注がん、振り注がん。よいしょ。よいしょ、おっと。はい。よいしょ。あ、そこにいた。あ、そこにいた。オッケー。はい。ボンバーだ。グレイシャアクション。よいしょ。ホームリング。ういー、はいはい。じっとしてられないね。電気についてのブロックを。よいしょ。おお、後悔なんかしねえんだな。あれ、どういった。あれ、きっと目が覚める。ホームリング。そうだね、きっと目が覚めるだろう。行って。はいはい。コープリンド。ボンバーだ。爆散。レベリオ。まったく、まったくすぐ見つかっちゃったん。お、あなたは大栗のように愛しい。その声は来たる雨を知らせる。あなたはクラップのように愛されている。その誠意は真実であり率直。あなたは私の心に魔法をかけた。どうか解かないでほしい。あなたは最初から私を魅了した。あなたはずっと運命の人。ドルシベラ・フィルバート。これ刺繍じゃない。アガマス・フィルバートの盗まれた刺繍だ。返してあげたら喜ぶだろうな。あ、なんか声が聞こえるな。なんだ。よし、どっから来たか忘れちゃった。レベリオ。声が聞こえる。いいアイテム。おお、あそこに何かあるっちゃよ。ああ、はい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 、そっちが進むべき道だ。取得。レベリオ。取得したのは1個だけか。オッケーオッケー。はい、取得。こっちもある。アイテムなんだ。誰なんだよさっきから。うんふん。これは、あー、ラグダイ。あと恋文やんね。この辺にあるわけじゃないのかな。レベリオ。とりあえず全部回収かなこれで。あーで2階にも物がある。あーあれや、1階でこんなバタバタしたのに2階の人誰も反応しなかったんか。仕方ねえやつらだな。仕事する気ないぞあれ。お邪魔しまーす。これはアイテムがあるだけかな。レベリオ。
そのようで44円、安い。じゃあ反対側、オットディブの恋文だよな。中読みて中読みて、人のやつ読みて。お邪魔。ネズミさんがうろろしてるぞ。何何、上か。お、もう一度話をしてみるか。おっと、仲間がどこにいるか今度こそ吐くかもしれん。女は口を開きそうにない。ボスが到着するのを待とう。そうしよう。ガリオンの炎ってのは風に吹かれるままでいい。わざわざ手で仰いでやらなくたっていい。風が吹きたいならあえてと思うが、つまりだ、何が言いたいかというと、風がやってくれるなら私たちが火の世話をする必要はないってことだ。なるほどね。アクション、インセンディブ、コンプリート、ホンバーガー、グレーシアス、ディセント。はい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 。命がある間にやめてやってもいい。本当にインセンディブ、火が降り注ぐでしょ。どこから降り注ぐのかな。まだ本気じゃないぞ。あ、あ、見たんか。うん、まったく、なんてやつらだ。恐ろしいな。死んじゃうとこだったよ本当に。怖い怖い。さて、じゃあこのまま行けばいいかにゃ。品のない技は我慢ならん。あ、話にならんな。どっから湧いてきたの。どっから湧いてきたんだよ。アレストモメンタルリセント。はいはいはい。おい、マジどこに湧いて、どっからどっから湧いてきたんだろうな。品がなさすぎるぜやり方が。だってここのアイテムは全回収って感じかな。反対側、ああ、あっちの方とか行ってなくない。みんなお亡くなりになったということで、堂々と見させてもらおうかな。はい、もういけるよね。おく、この高さは余裕。愛し、あ、RH。あなたが最後に送ってくれた手紙を何度も何度も読み返しました。また会える日まで1時間ごとに読むでしょう。しばらくあなたの顔が見られないと思うと不安になってしまいます。でも希望を失っているわけではありません。私たちの婚約を大切な人、特にお父様に発表できる日が待ち遠しいです。でも生活が落ち着くまで待ちたい気持ちは理解できます。その生活が手に届くために精一杯頑張っていらっしゃることも分かっています。それでもあえて申し上げるなら、この数ヶ月間、私を幸福の絶頂へと至らせた感情を公にこういう共有できないのは、実際問題として大変な試練なのですよ。それでは、あなたのお手紙をもう一度読みに行きますね。親愛なる者より、ロージー。やっとぜ。ロージーからオットーディブルへのラブレターだ。見つけたら破ってくれだっけ。まあそのうちな。よし、2位のやつはクリアしたと。で、あとはナッティを探すしかないな。ナッティはこの辺りにいるはず。なぜそれがわかる。さらったのはお前か。ナッティをさらったのは私だった。あ、見つけてくれたんだね。杖を置いてきたことに気づくと思った。レイブさんと話して、どうしたらいいのか教えてくれるはずだから。あ、レイブさん。ああ。あなたか。レイブさん、デイジーがさらわれたって言ってて。妻と話したのか。どうしてる。心配してました。無事でしたか。私は大丈夫だ。来てくれてありがとう。錠前は呪われているし、独房では姿現しもできない。ナティの杖なし魔法でも逃げるのは難しいだろう。杖を見つけてくれ。僕のをどうぞ。ここを出たら一緒に探しましょう。これには私の杖が必要なんだ。へー。相性の悪い杖では成功率も下がるし、時間もかかる。見つかったらまずい。なんとかします。どこにありそうですか。近くにある。感じるんだ。なるほど、わかりました。見つけますから。君の友達は私の杖を呼び出せなかった。何かに遮られてる。何かに隠されてんだな。じゃあレベリオン、何かに遮られてる。この近く、
すかアクションみんな机と椅子やんな。レイブさんの杖ここにあるかも。え嘘。杖はこの部屋のどこかに。あこの部屋のどこか。え。あったわ本当にあったわ。アロホモーラ。アロホモーラ。おい会場。出せなかったってことは何かが邪魔してる。一体何が邪魔してるんだろうね。戻ったら喜ぶだろうな。レベリオン。ついにナティアも授けちまおうぜ。あダメか。とりあえずあっちのイスコさんだっけ。イスコレイブさんを助けてからじゃないとどうにもしようもないと。レイブさん、杖がありました。ありがとう。やっぱり近くにあったか。よし、下がっていてくれ。呪いが解かれたとき、何が起こるかわからない。なるほど。あ、やってるわ、なんか。あっさり風味、あっさり風味やね。レベリオン。あ、向こうもちゃんとやってる。いいんだ。それから感謝を。君の勇敢さに救われたよ。君たちと姿くらましできるかどうかやってみよう。できるできる。先に行ってシンガー巡査を探して。私たちは自力で出るよ。わかった。だが気をつけてくれ。ありがとう。さあ姿くらまし出るぞ。おー出た。戦いに備えてアッシュワインダーズに仕返ししよう。オーケーオーケー。でも敵全滅させたんだ。え抜け出す方法を見つけるってまさか開かなくなってる。普通に開くし普通に開くし。何これ。え大丈夫だよね。これはなんだっけ。敵さん出てくんじゃないか。フロートだっけ。バチバチにやり合うかもしれんな。戦闘に備えるか。それこそ姿くらましてるけど。レベリオン。もしかして必要ない？もしかして必要なかったか？ルーモス。必要なかったかもしれんな。でもこの大いなる矛盾を抱えてるよね。姿くらまして姿を消しながらめちゃくちゃ目立つルーモスを使うっていう。まあいっか敵全滅しちゃってるしな。敵を殴り倒せばいいでしょう。バチボコにしてやるわ。あ、これも出た瞬間いるわ多分。レベリオン。出た瞬間いる。シンガー巡査を見つけてハーローを完全に始末して。扉閉まんないね。扉バーンって閉まるのにちょっと期待してたんだけど。じゃあシンガー巡査のとこ行くか。おいやー誰かいる。シンガー巡査だ。お前待ってたんか。なさようない。なるほどね。それとトロールの退治屋か。二人とも無事でよかったよ。だろ。生徒に助けられたってイスコレイブから聞いてたんだ。あんたたちだと気づくべきだったよ。レイブさんの様子は大丈夫。奥さんのところへ送ってやった。ミスオーナイ、あんたが危険を犯したあの男たちを追っていると知ったらお母さんは喜ばないと思うよ。じゃあさ、ナティと僕はホグズミードの人たちがアッシュワインダーズに狙われてることを突き止めました。ルクウッドとハーローはナティやレイブさんをさらって奥さんを脅迫しただけでなく、アガバス・フィルバートとオットー・ディブルを揺すってたんです。私が全て調査する。あんたたち二人のことだけど、やる気はとてもありがたいんだけど危険なことだって分かってる。次からアッシュワインダーズのことは当局に任せてちょうだい。わかりました。そうします。ハーローとルクウッドの手下を検挙する証拠は十分ですか。そうだね。出だしは好調だけどこれからさ。今は私に任せておいて。なるほど。じゃあ陰で私も動こう。なっちゃい、私が話す前にお母さんに話した方がいいよ。母さんはいい顔しないだろうな。助けてくれてありがとう。また今度話そう。終わりかね。終わってしまった。レベルも上がったか。ふう。うん。うん。
よし、じゃあ次行くか。お、なんだ、手紙を読むから来たぞ。アッシュワインダーズに悩まされなくなったよ。きっと君のおかげだな。ロジも本当に感謝してる。これから新婚旅行。いや、まだ認められてないんかい。お父さん、何やってんの。もう一人の方から俺の手紙来ないのか。でね、メインクエスト行こうかと思ったんですけど、こちら何やるか分かってますね、皆さん。そう、呼び寄せ試合です。最終ラウンドになるのかな、これが。やっていこうか。これ何なんだろう、これ、このトラップ。弾むやつかな。よし、行くか。シャーロット・モリソンさん。いや、呼び寄せ試合をしに来たの。そうよ。杖十字会の時みたいにうまくいくとは思わないことね。ちょうどいいわ。大阪直美みたいな顔してるな。じゃなかった、一勝負する。負けても負けてもらうわじゃないのか。やろう。まあもちろん。優れた使い手に勝利を。バカにしてる。こいつバカにしてるぞ。言ったでしょ、私競うのが好きだって。こいつバカにしてる。俺をバカにしやがる。もう一勝負だ。もう一勝負。一発目はもう必ずこれこうなんだよね。敵の動きを阻害するような配置をしたいね。アクション。いいんじゃない？これで完全に敵の動きは封じたと思うんだけど。なんて優雅なの？お見事。お、え、あ、違う動きさせられた。あー、なるほどね。うん、来い。どう？よし。おー、私のボール。おい、落ちるなよ、落ちるなよ。頼む。頼むぞ。なんでプルプルしてんだ、やめてくれ。頼むからやめてくれ。よし、よしよし。あとは落ちなければ勝てるはず。アクション。ほい。あ、落ちた。でも勝ち。やった、勝ったぜ。あぶねえ。あら、やるじゃん。なんだこれもう。もう大変やな、勝つの。ギリ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 、マジギリギリ。やっぱり負けを認めるのは悔しいわね。どこでそんなやり方を覚えたの？直感です。才能があったのかな、直感で戦ってる。それ私と同じじゃない。でもそれじゃこの先には進めないわ。そうね、これで残る相手はあと一人になったわけだけど、彼が最強なのには理由がある。これ以上は言えないわ。彼か。おーし、第4試合終了。彼か、楽しみだな、最強の相手。それじゃあ次行こう。はい、そういうわけで今度こちらでございますね。呪われた墓の宝。南海岸近くにある古い屋敷を探索していると鍵付きの箱を見つけた。鍵を開けて中を確認してみようということで、こちらに行きたいと思います。マナ峡谷の古い屋敷の地下にある鍵付きの箱を開けるということで、外観もらえるらしいんでね、こちらに行きましょう。移動します。さて、これじゃないか、屋敷というのは。あら、結構閑静なお宅ですね。え、エルサ・トラバース。やっべ、なんかやばそうなやついるぞ。あー、中でござんす。あ、違うな。え、どこ行った？ん？あ、こっちか。はい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 、導いてくれ。すごいな。とりあえず下行くの後にして。あー、なんかやってるね。え、レベル3ロックというわけで、このね、サブクエストはできませんでした。はい、というわけで次回
なんだこれ。となりますと、ちょっとこれはアロホモーラが足りてない。私のアロホモーラのレベルが足りてないんで、後回しやね。はい。というわけで、そしたらメインクエストでいきましょう。OK。というわけで、地図の前に到着。校長の話聞いていこうか。お帰りなさい。どうもどうも、戻りました。先生、お知らせがあります。ゴブリンがもう一つの保管所を探してます。捜索のためにドリルを作ってました。実に厄介ね。保管所というのは、ルックウッド城の壊れた箱のような？そう。もう時間がないわ。地図をご覧なさい。はい。幸い、次の試練はかなり近いわ。あ、そうなんだ。ホグワーツに？生前の私は校長だった。校長室に肖像画が飾ってあるわ。実はあなたの到着をブラック校長が察知するところを見ていたの。あなたのことが気になった。次の試練は校長室なんですか？そうよ。その時が来たら部屋の主に力になってほしいと思っていたの。残念ながら校長は自分以外に興味がないの。なるほど。不在を狙って校長室に入らなければならないわ。わかりました。それじゃあ中に入る方法を探します。よろしい。そこの肖像画で待っているわ。また会いましょう。なるほど。え、となるともうとりあえず校長室行かなきゃいけないっていうことやろ。校長室にはどうやったら入れるんだろう。フィグ先生なら方法を知ってるかもしれない。なるほど。とりあえずフィグ先生だよりか、まあ、確かにね。私もそう思うわ。さあやってきたぞ。フィグ先生はこの部屋の中にいらっしゃいます。さあお話しましょう。先生、次の試練の場所が示されました。何か変わったのか？ゴブリンはルックウッド城で見たような保管所を探してます。ロドゴクと調べました。それに調査用の巨大なドリルを作ってることも分かりました。フィッツジェラルド先生は心配そうでした。なるほど。ランロクは我々の予想よりも知っているようだな。それと先生、実はロドゴクがミリアムさんを知ってました。彼がミリアムを？二人はルックウッド城で会いました。彼女は調査をしてて、そこでポートキーの箱を見つけたんです。ロドゴクは彼女を気に入って、ランロクに背いて箱を持ち帰らせました。なんと言えばいいやら、誰でも魅了してしまう人だな。話をもっと聞きたい。むしろロドゴクから直接話を聞きたいな。まあ奥さんのことだもんね。時間がない。次の試練はどこだ？まさかと思うでしょうけど、校長室です。なんと、デミガイズが置いてある。怪獣像の横を通るには合言葉が必要だ。校長のしもべ妖精なら知っている。校長のしもべ妖精。校長の屋敷しもべ妖精を知らないのに話せるでしょうか。向こうに忠実でしょうし。そう、だから変装する必要がある。ちょうどここにポリジュース薬がある。ブラック校長の声と姿になれる。変身できるということか。ポリジュース薬には変身後の誰かの一部がいりますよね。調合も時間がかかるんじゃ。そうだ。ブラック校長に変身するポリジュース薬を持ってるのはなぜです？こういったものはいつ必要になるかわからんからな。彼の代理として魔法省に出向くという無駄足を踏んだ後、何か用意しておく必要性を感じたのだよ。おー、それで使ってたってこと？さて、時間は有限だ。飲んだら説明をしよう。おお、校長になってしまった。どうかね。すごい。しばらく忘れられそうにない味です。声はどうですか？バッチリだ。勝手ながら君のローブ。さっきの魔法ってそういうことか。前に話した通り、スクロープから合言葉を聞き出す必要がある。彼は城内のどこにいるかわからないがな、小川先生を探すといい。彼女はスクロープにクィディッチのことを吹き込んで校長を説得させようとしているのだ。今のところ成功していないがね。なるほど。でもブラック校長に見られたら？任せなさい。
我々はホグズミードで魔法省の関係者と会う予定だと伝えておこう。それで時間が稼げるはずだ。ありがとうございます。それでは地図の間で会いましょう。ブラック校長から感謝の言葉を聞くとは何とも不思議だなでは後で。なるほど。お校長の屋敷しもべ妖精を探そう。とりあえずそこにあるデミガイズの像回収するわ。え、本物だよねあれね。ちょっと夜に、あ、ダメだ、時間を変えることはできない。とりあえずマダムコが会いに行くかしょうかね。移動するわ。校長、お時間いただいても。校長、探しましたぞ例の。忙しいんだシャープ先生、失礼。そうですか。ただある魔法薬についてお尋ねになりましたな。その件で。ああ、そうだったな。話したまえ、時間がないんだ。ここで話すのはよろしくないのでは。どうすべきか自分が決める。シャープ先生、自由に話してくれ。でしたら、おできを治す薬ができました。よろしければ校長室に持って。ビグ先生こそこそする必要はない。生徒に届けさせてくれたらいい。生徒ですか。まあ校長がそうおっしゃるなら。そうしてくれ。それとありがとう、たっぷりと調合してくれたならいいんだがでは、この羨ましくはない任務を課す生徒を選ぶとします。おう、頑張ってくれたまえよ。口を開いて噛むなど、行儀ってものを知らないのか。さて、無事に第一関門。今は君たちに割いている時間はないのだ。さあさあ、どきなさい。校長の望みは何だ。ギャレス・ウィーズリー。ギャレス、いや、ミスター・ウィーズリー、何をしている。ああ、行かねばならん場所があるのでは。あ、校長先生、もちろんです。今は他に行きたい場所がたくさんあります。僕にできることはありませんか。屋敷しもべ妖精を探している。え、なんだなんだ。ほずど。ああ、片耳の小さい彼ですか。大広間へ向かってるのを見かけました。校長先生が素晴らしいとかなんとか言ってましたよ。君を見ているぞ、ミスター・ウィーズリー。ハニー・デュークスのレディングさんから聞いたが、何でもビリービグの針が消えたとか。魔法薬の重要な材料だ。君は熟練の魔法薬師と自負しているな。え、でも僕はハニー・デュークスに近づいてもいません。僕はまあ十分。誰がどこで何をしているか私にはお見通しだぞ。もう行きたまえ、ミスター・ウィーズリー。なんだ急に。なんだ急に。どうしたんや。これは日記に残さなきゃ。え、でマダム・コガはどちらだっけ。日記に記されてしまうのか。これ行く先々でもしかして話すイベントあんのかな。ちょいちょい。純潔のものは誇りを持て。未来は明るい。スピード落とせ。ブラック校長、お元気ですか。おミニス、どうした。ミスター・ゴーンとどこに行くつもりだね。何ですか先生。ただ外へ行くだけですが。休みを取るわけか。時間を無駄にする生徒の典型だ。え、20インチの花発火の絵とその使用法をまとめに温室へ行こうと。ああ、そうだな。晴れ草の海とマゼルタイ。そうだ、いいひげ用クリームができるぞ。ああ、うん、気分でも悪いんですか。いつもと様子が違いますよ。私は極めて健康だ、ゴーンと。医学的な診断が必要なら聖マンゴ病院に行く。もう上下のブラック校長はものすごく様子が変だ。おミス、ごめんな。で、いた、マダーム・コガーワがいるぞ。校長、よろしいですか。つかまっちゃった。ブラック校長、何度も言いますがまだ間に合います。クィディッチの中止を考え直してください。今すぐ入団試験を行えば短くてもシーズンを開催できます。やらないよりマシです。しかし怪我をしたとあってはね。怪我はつきものです。ブラッチャーが頭に当たった生徒は初めてではないし、下手なお説教よりためになりますよ。みんなケロリとしたものです。今度の怪我人が純血だからといって中止と。馬鹿げてる。くだらないゲームのために生徒の安全を軽視するとは。くだらないゲーム。
頭の固い方ですね。校長、魔法省の魔法ゲームスポーツ部に校長のことを報告します。そうしてほしい。いい考えだ。必要なら用皮紙も用意しよう。さて、しもべ妖精はどこだ。何ですって。わかりました。ぜひ書かせてもらいます。スクロープなら大広間にいましたよ。私を避けているようです。うん、なぜだろうね。では失礼させてもらう。いや、マジで悪いやつだな主人公。なぜあんな人が校長になってしまったの。それは、それで靴を磨いたつもりか。まだまだ私が偉いからです。あ、これあれだ、煙突飛行なのが機能してないわ。ファストトラベルできないのか。なるほどね。じゃあもうこの歩くこと自体がイベントなんだ。面白いじゃないか。え、あ、そっち、あ、そっちから行く感じなんだ。オーケーオーケー、導いてくれ私を。校長先生がこっちに来てる。おい、待って待って待って。ミス・ブラーム、話がある。ほら先生、その、あ、金を直してくれっていう人だな。私ブルームです。君の好きな科目は何だったかな。時期に袋試験が始まるぞ。呪文学です、先生。無言呪文です。姿を消す呪文に取り組もうかと。励みたまえ。そうすればあの新しい5年生のように透明になれる。あの子は透明じゃありません。図書館で会いましたし、私の、ああ、重い本を運んでくれました。本飛ばしちゃったやつだっけ、うん、透明といえば、私の忌々しい屋敷しもべ妖精はどこだ。声がなんか、校長先生、ちょっと様子が変だな。ちょっと声、もう戻り始めてない。大丈夫かな。で、大広間が私はどうして魔法省からこの仕事を引き受けたのだろうな。あ、ウィーツリー先生じゃねえか。先生、少しよろしいですか。ブラック校長。ああ、ウィーズリー先生、その、会えてよかった。そうだ、ついでと言ってはなんだが、そう、フィグ先生について話をしたいんだが。どうぞ。もっとその時間的ゆとりを持たせることにしたんだ。ゆとり？それで大丈夫でしょうか。正直あそこの生徒が心配です。ただでさえ不在が多いのに。魔法省の秘密の問題に対処している。それで構わない。ああ、いや大丈夫だ。実は魔法省の件で任せていることがあってな。そうですか。ただお言葉ですが、途中入学してきた5年生が城を離れている時間が長すぎるかと。うん、間違いなく離れすぎだわ。授業もっと受けろ。危ない冒険をしているという噂が流れています。禁じられた森に忍び込んでいるだとか、ランロクやルクウッドたちと戦ったとか。それは話を何でも鵜呑みにしてはいかんぞ先生。いやいや本当に。そうだな、フィグ先生には注意しておこう。これからも君の素晴らしい仕事ぶりに期待しているぞ。ありがとうございます。でも必要なら私が。し、話は以上だ。ウィズリー、あ、ウィズリー先生、ごきげんよう。おお。素晴らしい仕事？フィグ先生にゆとり？どういう風の吹き回したい？まあそれが私の仕事だから。これでフィグ先生も一息つける。さ、おお。さ、合言葉を教えたまえスクローブ。そこにいるのは分かってるんだぞ。スクロープの仕事ぶり、ぜひご覧いただかなくては。スクローブ。ごきげんようご主人様。耳は片方ない。教室の合言葉は何だったかな。ですがご主人様は以前、誰にも言わぬと誓えと、ご自身にさえもです。口答えする気か。よくも私に口答えしたな。お前の話を聞いてやろうというのに。もちろんですご主人様。どうかスクロップをお許しください。合言葉はブラック家の家訓ですご主人様。うん、ああもちろんだとも。ご主人様がお忘れなどとは。
純潔よ永遠なれとかじゃない、この雰囲気は。純潔よ永遠なれだったな。その通りです。おお、当たった、やったぜ。当然だ。ええ、そしてご存知かと思いますが、それのフランス語です。ああ、そうだったな。お前が発音してみせてくれ。ああ、ご主人様、スクロープのフランス語がひどいのはご存知でしょうに。ええ、仰せのままに。トゥジュアスピューア。ああ、ありがとう。トゥジュアスピューア。こんな話をしたことは誰にも言ってはならんぞ。慎んで、ご主人様。スクロープは決してお邪魔をいたしません。あ、さて、ポリジュース薬の効果が切れかけてる。隠れないと。生徒の諸君、私はここに。というわけで今日この辺で終わりにしたいと思います。次回薬の効果が切れそうなので隠れたいと思います。というわけでここまで語り私コインでお送りいたしました。次回以降もよろしければご視聴のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。